北八ヶ岳ロープウェイ北八ヶ岳ロープウェイは長野県地能市北山立品高原にあるロープウェイ株式会社北八ヶ岳リゾートが運営している旧称は日本ピラタス横岳ロープウェイ1967年から1985年ピラタス横岳ロープウェイ1985年から2001年ピラタス立品ロープウェイ2001年から2012年 長野県と地元が共同出資し、1967年に県営、日本ピラタス横岳ロープウェイとして、北八ヶ岳の横岳と島枯山の安部に建設された。いわゆる菅平方式を取り、地の市北山の湯川財産区が所有していた横岳西六の旧入海地165ヘクタールを県に無償で提供する形で地元出資分を充当した。 総事業費は3億7500万円で長野県企業局が運営した。ピラタスは日本三大アルプスを一望できる終点、横岳坪庭の眺望からアルプス山脈を一望する優れた眺望で知られるヨーロッパの著名観光地、スイスルツェルンのピラトス山にちなんで命名された。1985年4月、県は 立地の温泉スキー場などを運営していた日本、ピラタス観光株式会社にロープウェイを払い下げた。同社は、地元の湯川財産区が中心となった第三セクターで、同社が新たに設立した株式会社ピラタス横岳ロープウェイが、ロープウェイの運営を引き継いだ。1992年には、新型の大型半機を導入したものの、同年10月に、 重軽傷者70人を出す事故を起こし、半年間にわたって運休した。大型半気導入に伴って閉鎖された旧駅舎はそのまま残されたが、鉄筋コンクリート2階建ての旧山町駅駅舎については、地元の地の山岳会が全面撤去を要請していた。これに対し、横岳ロープウェイ舎は2階部分を撤去し1階を、 避難小屋として残す案を示し、1998年に山岳会側がこれを了承。翌1999年には、見返りとして、横岳ロープウェイ社土地野市が共同で100万円の自然保護基金を設立することで合意した。なお、現在、旧駅舎は解体されており、山岳駅横の旧駅舎跡とはさらちになっている。その後、2001年10月に、 ピラタス横岳ロープウェイ社と日本ピラタス観光が合併して株式会社ピラタス、タテシ品ロープウェイに称号を変更。ロープウェイ名もピラタスタテシ品ロープウェイに改めた。ロープウェイは通年運行を行っており、夏場の八ヶ岳の登山者やハイキング客に多く利用されているほか、冬場もロープウェイに併設する直営のスキー場、ピラタスタテシ品スノーリゾート、旧、 ラタス・タテシナスキー場への足として、スキーヤーに利用されている。名前の由来となったスイス・ピラトスとの目立った交流は行われていないが、2001年9月にはスイス、政府観光局と登山鉄道会ピラトス鉄道の担当者が視察に訪れ、18年ぶりの交流が行われた。ピラトス・タテシナロープウェイ社の出資比率は、タテシナ有限会社24回。 床和財産区立品文区が51%、地の市が20.4%、スワバス株式会社が20%、作動及びピラタス立品スノーリゾートの経営のほか、美術館、立品高原美術館、矢崎唐沖年館の運営などを行っている。1992年10月30日午後4時10分ごろ、 三独駅に到着したピラタス1号と山頂駅に到着したピラタス2号の両半機が共に減速、停止せずに終点のコンクリート壁に衝突した。この事故で二つの半機の乗員乗客合わせて72人が将棋倒しとなり乗客70人が重軽傷を負った。横岳ロープウェイ車では国内ロープウェイの大型化、高速化の走りとして 駅舎を新築するなどして同年1月1日から半期を40人乗りから101人乗りに大型化し、当時最新鋭のコンピューター自動速度制御システムを導入したばかりだった。負傷者の数が国内のロープウェイ史上最大規模となったことから事態を重く見た運輸省は長野県警諏訪警察署、当時及び警察庁科学警察研究所と合同で70人体制の 大掛かりな現場検証を行った。捜査の過程で規定に反して、半期の到着前に運転係が上下の運転レバーを切り替える行為が状態化していたこと、さらに事故直前、三毒駅でロープ保守点検を行っていた作業員が半期の滑車通過を検出して、半期を自動停止させる駅舎上部の停止指令リミットスイッチに誤って触れていたことが明らかになった。 このため現地で再現実験を行ったところ、設計時に想定しない状況に対応できずに、制御システムのプログラムがエラー状態となり、半期の位置情報が失われる現象が確認された。さらに、係員が新システムを過信して異常に気づかず、非常停止措置を取らなかったことが重なって事故に繋がったと結論付けた。損傷した半期の修復。 申請のためにロープウェイの復旧は遅れ、半年後の1993年4月25日に営業運転を再開した。横岳ロープウェイ車及び現在の立品ロープウェイ車では、事故を教訓として、車内の安全管理体制を整備し、夏冬のシーズン切り替え時ごとに、係員の教育訓練を繰り返し実施している。またホームページ上で、 毎年の作動安全報告書を公開するなどして、事故の再発防止に努めている。全長約2215メートル、高低差約466メートルで、通常運行速度は毎秒7メートル、所要時間は片道7分、通常20分間隔で運行し、繁忙期には10分間隔で運行。2台の半機が、 同時に駅を出発し中央ですれ違う参戦構想、式、西、作 1A 作を採用し、A 作は無単循環式。製造は安全作動株式会社。開業以来40人乗りの半機、ピラタス1号、ピラタス2号を使用。1991年に101人乗りの同盟の大型半機に機を申請し、1992年に1月1日から、 新施設で運用を開始した。同年10月の事故で半期が損傷したため1期は修復されたが、1期は損傷の程度が激しいため1993年に再度申請された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。